ちナイフで刺されたってちょっと聞いてる。はいはい、すいません。ごめん。あ、ケパソ。ロケタン、ケリアンド。あ、ケリアンド。ケリアンド、チー。ケリアンド、チー。コンクチジョ。あ、ノー。ノー、ノー、ノー。チー。コンマド、コンマド。多分みんなさ、いろんなこと言ってる。じゃあ、なんなの？俺が聞いたのは、喧嘩して目玉が取り外されたって。違う違う違う、なんか金玉。え、金玉取られたって？違う、取られてない。何？なんか問題はさ、最初のなんでスタートかわかんないけどさ、おばあちゃんがいて、で、警察が来てたの、うん、どうしたのって、なんか殴られたのって、うん、で、そのおばあさんはそうだよ、防衛、自己防衛、自己防衛、うん、なんかわかりません、わかんない。この人の集まり方やばくない？うん。別にさ、手伝いに行ったわけじゃない。見に来た、ただ見に来た。どう思いますか、ようちゃん。まあ、なんか忙しいですね、なんかお祭りから事故から、うん、ずっとこんな感じで。そうだよね、ずっとこんな感じです。だってさっきナイフで刺されたとか、目ん玉取られたとか、金玉切られたとか。だからまださ、みんな聞いてないからさ、みんなさ、なんかまあみんなもう適当に話作って、どんどん大きくなって、そうそうそう、結果わからないと。伝言ゲームがすごいことになってる。そう、すごいことになってる。まあやってることで、こんな感じで、うん、まあ、メキシコの日常。メキシコの日常、すごいね。よろしくお願いします。チャンネル登録と高評価お願いします。コメントもよろしくお願いします。アディオスアミゴー。